私、前田未来、小学5年生。入院中の病院で光と出会った。私、前田未来。未来がないくせに未来。未来、いい名前じゃん。出会いは最悪だけど、光の明るさに惹かれていったの。また来年も会おうぜ。そう約束したのに、連絡先も知らないまま離れ離れに。そして1年後、6年生になった私は光と奇跡的に再会したんだけど。光！君、誰？君は俺を知ってる？そうだよな。なぜか光は私を忘れていて。光、どうして？初恋、片思い、嘘、文通、病気、恋のライバル、そして運命。女の子の切ないがぎゅっと詰まった胸キュンストーリー、たった一つの君との約束シリーズ、大好評発売中。